皆様こんにちは。今回は Android Wear の Google Fit に追加された筋トレを自動検出して保存してくれる新しいメニュー、筋力トレーニングを解説させていただきます。 Google Fit は2017年4月20日にバージョン 1.64 にアップデートされ、 Android Wear で筋トレの内容を自動検出してアクティビティとして保存してくれる新しいメニューの筋力トレーニングが追加され利用できるようになりました。Android Wear の Google Fit にはもともと腕立て伏せのプッシュアップ、腹筋のシットアップ、そしてスクワットの3種類から選んでエクササイズのチャレンジを行うことができるメニューが用意されているのですが、今回新たに追加された筋力トレーニングはさらに多くの筋トレメニューからユーザーが行っているエクササイズの内容を検出してくれる機能となっています。このほか筋トレを数セット行う場合の休憩時間などもユーザーのペースに合わせて設定できるようになっているので、筋力トレーニングは特に自由に筋トレを行いたいユーザーに適したメニューとなります。 Android Wear の Google Fit に新たに追加された筋力トレーニングの使い方は、まず Android Wear で Fit Exercise を起動して、エクササイズメニューの中から筋力トレーニングをタッチします。開始をタッチするとエクササイズの検出が開始されるのですが、その前に次の休憩部分をタッチして最大3分の休憩時間の中から任意の時間を設定します。この次の休憩はエクササイズを数セット行う場合の間の休憩時間となります。開始をタッチするとエクササイズの検出が開始されるので実際のエクササイズを開始します。1セットに行うエクササイズが終了したら停止をタッチします。するとユーザーが行ったエクササイズの候補が表示されるので、正しいメニューを選択したり行った回数の修正などを行ってセットを保存をタッチします。セットを保存をタッチすると休憩時間に入るので体を休め、休憩時間が終わって Android Wear がバイブレーションで知らせてくれたら次のセットを開始し、また終わったら停止をタッチして回数の修正などの一連の操作を行います。そしてエクササイズが完全に終了したら保存して終了をタッチします。これで行ったエクササイズが筋力トレーニングとして Google Fit のアクティビティに登録されます。筋力トレーニングの使い方は以上です。 Android Wear の Google Fit で利用できるようになった筋力トレーニングで、自分に合ったペースでの筋トレを行い、体を健康に保つようにしましょう。以上、Android Wear の Google Fit に追加された筋トレを自動検出して保存してくれる新しいメニュー、筋力トレーニングの解説でした。